どうですか。どう見ても奴らの仲間だ。秘密任務にはうってつけだな。標的はマカルフですか。あいつに生きてる価値はない。金で人を殺す狂犬のような男。新しい ID をしっかり覚えろ。生き延びるためにな。141へようこそ。エリスグリの兵士による最強の部隊だ。最高の名誉です。他のメンバーは。連中は敵地に落ちた ACS モジュールを回収に行っている。すでに。ああ、今頃は凍えているだろう。休憩は終わりだ。行くぞ。よっこい翔一。では、五郎さんに追従しましょう。当然ですが、この状況下で前に足を踏み出そうものなら、音程付きで麓まで真っ逆さまです。機体、進路はどうです。ここで俺が合図を出すのまで。よし、氷の状態はいい。ついてこい。この環境を突破した後に、戦闘でしょう。大変な仕事ですよ、特殊部隊は。では、隊に続き、ダブルアックスで投範しましょう。ここの操作は、同期の手の動きを見て、レフトトリガーとライトトリガーを、交互に押して進みます。右を滑らせたら、説明するまでもないでしょう。しかし、ロープは恐ろしくまっすぐ進みますね。タイと同じぐらい逃げながら放置と。タイ、大丈夫ですか。この抵抗の中航空機を、ガバットは、ロシアも無茶をしますね。あともうちょっとで地に足つけられます。さあ、中間地点に到着です。じゃあな、相棒。向こう側で会おう。あの人、本当に行っちゃいましたよ。仕方がありません。こちらも続きましょう。ホップ、ステップ、カリエス。やばれ、離すなよ。ムークック、さすが元主人公。さすがの貫禄、イケメンぶりですね。それはともかく、アイスクライミングもこれで終わりです。当時の COD は、こういうイベントが短めで助かります。これで斜面にすり下ろされる心配は、なくなりました。の手を煩わせるまでもありません。保険にもイメントがライブと、せっかくだから甘く愚かくします。ローチ、よく考えてから武器を拾え。やかましいの、敵を引きつけすぎる。ご安心を。トロフィー兼保険です。心拍確認およそ2名。今度はさっきのようにはいかないでしょう。隊員の指示に従い、同時狙撃で対処します。奴は任せる。スリーカウントだ。1 2 3。上出来だ。敵施設のレーダーサイトが見えます。天候不良で幸運でした。視界が開けていたら、近づく前に基地の保証に発見されていたでしょう。今作のロシア兵は正規軍のはずですが、やはり47を持っているんですね。まあ、現代の AK が M4K ストックなので、スタッフの見事な軽眼と言えなくもないですね。477は、急な軍拡に対応するために、倉庫に眠っていたものを回収した、といったところでしょうか。もっとも、
COD の AK って、4作目が一番まともまであるめちゃくちゃなのあ、ごめんなさい、先導します。嵐が来るぞ。ここで別れよう。俺はサーマルスコープを使って、この上から監視する。嵐に乗じて、基地に侵入するぞ。この吹雪地はお前も幽霊みたいなもんだ。近寄らなければ保証も気づかないさ。心拍センサーから目を離すなよ、いや。こちらの竜は、心拍センサーでの定着と、ゴーグルの申し訳程度な視界といったところでしょうか。多勢に無勢、まともにやり合っても、勝てる見込みはありません。見つからないよう、攻撃は必要最低限に、抑えましょう。故障が建物に入っていきますね。気を伺って忍び寄ります。よし、奴らの通信を拾ったぞ。南東に向かって、給油所に C4 を仕掛けろ。状況が悪化したら、プラン B に移るぞ。遺体にいるぞ。恐ろしく大雑把に散開しましたが、とりあえず給油所へ破壊工作するという目的ができました。故障の多い、開けた場所を避けながら、まずは東の滑走路へ向かいましょう。なお、このステージの追加格闘は、さっきのが最後なので、以降は極力、建物や攻撃は避けます。僕の記憶が正しければ、追加された格闘はあと2つです。少し後になりますが、お楽しみに。隠れろ。ローチ、給油所は滑走路の北東だ。タイがおっしゃったように、道路沿いは敵車両が、巡回しているため危険です。移動はもちろん、道路周辺の敵を排除するのも、大きなリスクが伴います。ナイスショット。今の故障を排除すれば、この辺りは比較的安全に移動できます。あとは、巡回する敵に気をつけながら、給油所へ向かうだけです。先ほども見えたMiG-19、4つ戦闘機が駐機していますね。このリグ、アメリカのサイドワインダーと、ストローを装備している。ローチ、滑走路の北東にある救助を探せ。この世界のロシア軍、フリーダムすぎますね。滑走路が騒がしくなってきたぞ。警報兵だ、20人以上いるな。さすがに天命が発覚したようですね。あれが給油所だ。見つけたら。カピタン・ザ・カナバーのバックが迷った。ポクトは食らわない。カピタン・ザ・カナバーのバック、ポクトは食らわない。衛星に関する通信を傍受した。少しまで。わかったぞ。衛星は向こうの格納庫だ。そこまで競争だ。移動する。アウト。余談ですが、先ほどミサイルが置かれた棚がありましたが、少なくとも、サイドワインダー程度の対空ミサイルは、人力で積むそうなので、穴がち嘘ではないと思います。それはさておき、隊員と合流します。先ほどとは敵配置が変わっているので、注意が必要です。少年の二人は邪魔なので、排除します。この人たち、やる気あるんですかね？士気はあまり高くなさそうです。右の下部は、一部ならコックで潜り込めます。意味は、ちょっとしかないです。遠くにライト、シルエットからして BMP などの装甲車両でしょう。近づかないのが身のためです。ローチ、滑走路南西の格納庫裏で落ち合うぞ。タワーの近くに大きな熱源反応が、多分 BMP だ。近づかない方がいい。あの手の車両なら、IR ビジョンのタグは搭載されています。この天候では十分に、性能を発揮できないとは、思いますが、接近してもいいことはないでしょう。地べたを這いずりながら、合流地点へ向かいます。敵の集団がすぐそばに、背を向けていて助かりました。所詮は心拍反応を教えてくれるだけで、視界を表示してくれるわけではありません。滑走路南西だ。過信は禁物です。もうそろそろ大丈夫でしょう。ズンリズンリの時間は終わりです。
そして、左手にあるのが目的地です。裏口に回りましょう。突き当たりを左に行ったところで隊は、待っていますが、ちょっとした小ネタをが。格納庫内部に緊迫反応。覗いてみると、整備兵がリグのエンジンを溶接しています。目立つなと言ったろ。行くぞ。はいはい、今行きます。お見事、スイカをアルカのごとき速さです。これが墜落した衛星ですか。中身に固定をしないとは思えないので、改められた後でしょう。上の階に行って ACS モジュールを探せ。指示通り、上を調べるとしましょう。反応なし、妙ですね。技術者くらいいてもおかしくないんですが。ともあれ、目的の物はありました。こちら側ではデータ送信しかしない予定だったのかな。ロチ、問題発生だ。身を隠して指示するまで発砲するな。こちらはエトロキ少佐だ。手を挙げて出てこい。侵入者に告ぐ。我々は貴様の仲間を捕らえている。どこにいるのは分かっている。降伏すれば仲間の命は保証しよう。もし降伏しなければ仲間が死ぬことになるぞ。いいか、5秒だけだぞ。ローチ、プラン5、4、3、2、1。プラン B 始動、動きやすは全員落ちます。ここは敵陣ど真ん中、素早く行動しなければ包囲されてしまいます。あの右のところに行け。変動する。と、ダイは言いますが、ちょっと待ちましょう。無理に前進するか、右の爆発に巻き込まれます。東だ、ロス行け。もういいでしょう、オンダメージ。の警戒も忘れずに。ここまで進んだら、一旦足を止めて隊を待ちましょう。ファイア&ムーブメントというやつです。あの人、援護不要と弱いばかりにバイバイ進めますね。 RTA2 かな。敵のスノーモービルは敵たちアタックにさえ気をつければ大したことはありません。援護してくれるので、目的地まで行ってしまいましょう。目的地は、旗の間にあるフェンスの隙間です。射程物が存在しないので、攻撃には気をつけましょう。違う、敵はすぐ追いついてくるので、目の前の小屋に隠れましょう。おとりになってくれるのは嬉しいですが、最近のゲームはメインキャラが不死設定なのは、こういう時ありがたいですね。スノーモービルの敵は生かしておくとまたすぐ出てくるので、可能な限り減らしましょう。クリア。ローチ、スノーモービルに乗れ。引き上げるぞ。ヒロシクソ案、第一回収地点のティーウォールだ。我々は敵の車両で唯一点に向かう。そしてよ、ラボシックスモジュールヒロシクソ案、了解した。あと、後ろに敵だ。振り切るぞ。行け行け。というわけで、命がけの道山エース回復です。ヒロシクで健康な敵を攻撃可能なので、敵に回復しましょう。
ているので、すごく悔しくなっています。本気のバイトタイムの背中を一気に受けしまった視聴者の方々もいらっしゃるでしょうが、気にやむ必要はありません。これは流れでもそうなるには。ここで、本当に想定されていたインフォメーですよね。すごい、敵は頑張ったんか。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。